ミハイル・チューリン、ミハイル・チューリンは、コロムナ出身のロシアの宇宙飛行士である。チューリンは現在、モスクワ郊外のコロヨフに住んでいる。1960年に、ソビエト連邦のコロムナで生まれ、両親は現在でもこの町に住んでいる。タチアナ・アナトリフナ・チューリナと結婚しており、1982年に、生まれた娘のアレクサンドラがいる。趣味はセーリングである。彼は、 飛行機の機械モデル制作を専門とし、1984年にモスクワ航空大学を卒業した。現在は大学院で研究を行っている。宇宙遊泳の前のチューリンとマイケル・ロペス・ワレグリア、卒業後、彼は技術者としてエネルギア社で働いた。彼の仕事は動力学、弾道学、ソフトウェアの制作等に関係するものだった。彼の個人的な研究は、 宇宙飛行士としての宇宙船の手動操作の訓練の心理学的な側面に関するものだった。1993年、彼は宇宙飛行士の候補に選ばれて訓練を開始し、1998年には第三次長期滞在のフライトエンジニアとしての訓練を始めた。乗組委員はおよそ4ヶ月間ステーションに滞在し、スペースシャトルで地球に帰還した。2006年、 ソユーズトママイナス9の機長を務め、第14次長期滞在のフライトエンジニアとして215日間、国際宇宙ステーションに滞在した。2013年、ソユーズトママイナス 11M の機長を務め、第38次長期滞在のフライトエンジニアとして、国際宇宙ステーションで3度目の長期滞在を行い、188日間、滞在した。 彼はカナダのゴルフ用品メーカーエレメント21の宣伝として宇宙でゴルフボールを打った。これはアラン・シェパード以来のことだった。ありがとうございます。